飛行機雲あるね。キューってまっすぐのね。飛行機雲だ。すごいなあれ。あれなんかいいこと起きるのかい？わかんない。ゆっくりね、とことこで構いませんからね。行けそうなら、はい、よし、OK、行こう。ついてこい。はーい。まあまだ間違える要素ないからここ。はい、ということで今なんだろう、あれ喫茶店だったね。ああ、そうだね、うん。喫茶店ってね。あ、とてもね、あずましかった。微妙に北海道弁入れてくるね。入れていくからということで引き続きあのレブルとね、はい、あの TR はちょっと交換して走ろうと、はい、まあ気分転換にね。そうだね、はい、ということなんですけど、私ね、そのさっき喫茶店行ったでしょ、うん、あそこでさ、まあ普通入ったらさ、こうジャケットとかヘルメットとかもちろん脱い、まあ、ヘルメットは脱いで入るけどさ、うん、これジャケットをまあお食事いただきますから脱いだんですよ、はいはい、そこでね気づいたの。ああ気づいてましたね、うん、あれっつって、あ、ライダーさん来ちゃった。はい、ふー、タンデムライダーそれであれってなって、うん、そしたらはってヨーカさんもね、ちょこちょ見たと思うんだけど、私ね、服を忘れてきてるね。別にそのすっぱだかだとかそういうわけじゃないけど、服着忘れててすっぽっぽなのかい？ちげえよ。今日朝ね、こうまあ今日気温が結構上がるって予報だったんだけど、うん、まあ、知床方面っていうのはやっぱ基本寒いし、うん、で朝早かったから、まあ、寒いだろうと、うん、いうことで最後にこう今ロンティールが来てるんだけど、うん、1枚ね寝るシャツを着て出発しようと。そうだね、うん、で寝るシャツ用意してて、ええ、まあ、お家部屋で出してたんですけど、うん、その寝るシャツを着てくんの忘れてたね。あれっつって、おー寝るシャツで俺いつどっかで脱いだっけとかみたいになってさ、あ、ちげえ、そもそも着てねえんだって。そりゃ寒いっていいわ。いやだからね、いや私ね来るときね、いや寒いね寒いねなんてさ今思えば言ってたなと思って。そういや、やけにさ寒いなって言うからさ、うんと思いながら。そうそうそう、いやこっちからねもう着てるもんだと思って走ったからさ。いやだからね、あれなんだ今日やっぱ朝は寒いんだなーなんてさ、これ気温が上がってないんだなーなんて思ってたんだけどさ、うん、そもそも着てねえっていう話で。いやびっくりしたよ。いやこっちがびっくりだよ。おー、いや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 、急にさ、こっちもさ、私も脱いで準備してたらさ、うん、あれ俺服着てないっていうからさーって言うの。いやあれね、びっくりした。今日一番びっくりしたわ。あ、こっちがびっくりだよ。いやだからね、着てるもんだと思ってたから、うん、あ、やっぱ朝はね着ててもやっぱこれぐらい冷えるんだなって思ってたんだけど、それ寒いよねっていうね。いや、ずいぶん寒い寒い言うなと思ったよ。そうだよ。いや、ヨーガンさんはあったかい、いや別にそんなことないよみたいなこと言うから、あれやっぱあれかなって、ヨーカンさんのプロテクターごついから、それで、そう、あ、それがあるからやっぱ暖かいのかななんて思ってたんだけどね。何がもう、脱いでみたらもう。原因分かったわ。本当だよね。根本的な原因が分かったよ。服着てないって。そうだよ。なあ、厚着しようと思ってたのにさ、寒いだろうからってね。そりゃ厚着しないもん、寒いに決まってるさっていうね。寒い、いやなんかスースースー、なんかね胸元スースーするんだよねとかさすごい言ってたよ。あ、チャリラーさんじゃないですか。あ、いやいやしょ、いやいやしょ、いやいやしょ、頑張れ頑張れ頑張れ、うわー頑張れ頑張れ、うわー、初夜エースチャリラーさんに。いいね、素晴らしいじゃない。いやちょっと必死に立ちこぎ気味だったところをなんか手離させて申し訳なかったけど、
よかったよ、あれは。あ、また行った。ごめんね、手に来たのはね。うん、ごめんなさいね。私も今、ちょっとギア落としたりなんなりしてたもんだから。すいませんね。うん。今、リジがいたんだよ。ああ、なんか、わーって言ってたね、そういえばね。今、ちょっと動画を今ちょうど撮る直前だったね。うん、シマリスだったわ。あ、シマリスだったの今の。うん、シマリスだった。なんか、私、こう、風に吹かれて、なんか、葉っぱか何かがこう、さーってこう横切ったように見えたんですよ。あ、いやいや、リスだったよ。リスだったの？うん。マジか。でって走ってった。あ、マジで？うん。よく、てか今年よく会うね、リスね。本当だね、リスビオリ、ビオリ。リスビオリってどういうことだよ。よし。いい直線が続くね。いいね。なんかさ、なんだかんださ、そのもう眠くなってんだよね、二人してね。そうなん、いや、大丈夫です、私眠くないですよ、全然。でもだって、そうなんですって言おうとしたでしょ。いや貴様、全然認めない気か、あくまでも。全然いいのか。なんだって、あとちょっとレベル2000キロなのに、うん、私がそのまま記念のタイミング乗ってていいのか。ダメだな、後ろ来たか。後ろはね、ちょっとずつ近づいてきてますね。あ、じゃあ RV 車がどっかこう、坂をこう下ったところで行こうか。な、何するんですか。この坂を下ったところでバズロ。あー、なるほど、バイクチェンジするってことね。うん、あー、はいはいはい。いいですよ。気づきでしょうか。あ、抜きましたね。抜いてきましたよ。バクールというスノーピークのシール貼ってましたな。うん、貼ってた貼ってた、キャンプ好きなんでしょう。あれ、こういうところでいいの。うん、どこまで、もう坂下っちゃいましたけど、もう一台多分追い越しかかりますね、これ。じゃあここで、うん、あ、曲がりますか。あ、行きました行きました。止まります。はい、じゃあ私こっちでハザードつけて。痛い、草がピチピチ当たる。よいしょ。めっちゃ来とるやん。うん、今急に来だした。よいしょ。じゃあ2000キロの座を君に譲ろうじゃないか。あ、またニュートラが入らないよ。あれ、入った、入りました。まあ、またもうエンディング近いですから。うん、あ、ここすごい。うん、どうしました。ここすごい。何がですか。こっちから抜けるからさ。あ、いいよ、こっち倒して。きれい、うん、きれい。車大丈夫。なんだよ、騒がしいったらないの。全然普通に立つじゃないか。傾きがさ、激しかったんだよ。あ、斜めだってことね。そう、それが痛かったの。はい、じゃあちょっと待っててね。まあまあまあ、とりあえずなんだかんだもう浜越水君まで来たね。来ましたね。うん、やっぱ早いもんだね。早かったね。うん、まあとりあえず今日もね、網走あたりでエンディングでもね、迎えましょうかと考えておりますから。やってやりましょう。あ、やってやりましょうね。まあもう終わりなんだけどもね。そこでそんな勢いを出されてもね。うん、行くぞ。モンベルとか寄らなくてよかったですか。あ、行きたい。あ、行きたいですか。あ、じゃあそっち側から入りましょう。こっからね。はい、ということで急遽寄り道モンベルしたいと思います。これもね、旅の一つと。まあそうだね、私たち基本しおりのない旅が好きだから。うん、オッケー、このまままっすぐ向こうまで行きましょう。はい、駐車場ですからゆっくり行きましょう。ウインカーついてますよ。ほら、うん、つけたもん、そらついてるよね。うん、消してください。よしよし、ゆっくりでいいですからね。我らの場所が使われておるわ。あら、本当だ、いつも左端止めてたのに。じゃあここに、ね、ここに、あ、いいね、 CD50S ですね、便利。うん、ちなみにあれですからね、はい、これ私昔乗ってましたからね、このカラーリング。ああ、なんかおっしゃってらっしゃるんですよね。そう、このシートでこれですから、私乗ってたの全く同じカラーリングのやつ。かわいいんですよ。よいしょ。はい、という感じでね、まあまあまあ後ほどと。じゃあねーって。バイバイ。いやー、ヨガさん、びっくりしましたな。びっくりしましたね。
変な汗かいてます。私も、すごい汗かいてます。いやー、お名前とかね、もちろん聞いてないですけど、エマ・モンベルさんと買いましたらね、ここで、さあ行こうかと。うん、ね、ヘルメットかぶってさ、準備してたら、初めてだね。ね。どうしてライダーさんですかってね。すいませんって。そう。さ、人間さ、びっくりすると不思議なものでさ、こう、かぶってたでしょ、うん、多分かぶってる姿でも多分見られてたんだよ。うん、ね。で、いや、で、シールド開いてたんです。でね。うん。うん、ドリフト、すいません、ドリフトアイスライダーさんって言われた瞬間、パンって閉めちゃったっていう。いや、それは申し訳ないなって今思うんだけど、びっくりしちゃう。垂らしてないので余計抵抗があるっていうね、うん、あ、やばい、なんか見られたら恥ずかしいみたいだね。いやー、びっくりした。でもパチッとすぐ閉めちゃったから、うん、ちょっと申し訳ないことしちゃったんだけど、嬉しかった。いつも見てくれてるって ね言ってくれて、北見だからってことで見てくれてたっていうね。なんか今日私たち行ったウトロシャリ、あっちの方面にお住まいということだったんで、うん、うん、まあ、走ってるのが結構近いところ走ってると、うん、おっしゃられてましたんで、多分そのうちまたバイクで走ってればすれ違うこともあるだろうと。ね、うん、あ、びっくりした。すごいドキドキしてる今。あ、もうこのままここでエンディングでいいんじゃないかなって今俺ちょっと思っちゃってるんだけど、いいんじゃないか。まあ一応走って通るか最後はね、うん、あ、いやー緊張した。うん、びっくり。うん、あんまりこうテンション上がった状態で運転するとね、良くないから、うん、うん、ちょっと心落ち着かせないと。君がね。おー、すごいびっくりしちゃったからさ、今。いやー、あ、ライダーさん来た。うわー、うわー。いやー、今、まあ、モンベルさん出発してね、駐車場からこう走り出したんだけど、もう我々興奮冷めやらぬ。まあ、とりあえず運転は、本当だよね。いや、運転はさ、こう丁寧に行こうと、とりあえずはね、うん、思いますから。あ、失敗した。スクーターの方にもやりしたかった、今。うん、あ、そう。いやー、本当ね、嬉しいんだけどね。なんて言うんだろう、緊張するというか。あ、ほー、トリシティ。ナイストリシティだね。ヤマハトリシティ。いやー、そうね。いや、言われると思ってなかった。いや、私ね、正直なこと言うよ、うん、正直なこと言うと、まあ、今登録人数が300人ちょっとぐらい、うん、ね、まあ、ありがたいことにね、うん、なったんですけど、まあ、言うてさ、その北海道の端っこの北見でやってる私ですから、まあ、それで300人ですから、まあそうそうね、まあそういう見てますよって人に会うなんてことはないと思ってたんです。ぶっちゃけそういう話って聞くじゃない、うん、あ、誰々さんですかみたいなね。まあ有名な方だったらね、そう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 、そうそうそう、聞くじゃない、うん、だからそれを聞いて、いや、やっぱりすごいなとかって思ってたの、ね、まさかね。まあたまたまなんだろうけどさ、それでも言われるっていうのがびっくりしちゃって。いや、最初本当ね、ようかさんも言ってたけど、うん、すいませんって言われた時に、あ、道聞かれるのかなっていうね、うん、うん、思ったんですよね、最初はね。まさかまさかでした。本当びっくりしました。本当ね、何聞かれるのかと思ったっけ。ウルトラスライダーさん、ドキーンってなった ね。そこはやっぱりね。はい、そうです。舞い上がってましたね、私ね。ね、ビクってなってましたから。いや、本当でも声かけてもらえるのは嬉しいよね。ね、でもまさかそういうことがあるって本当思ってなかったから。ね、うん、いや、うらちゃちゃ、イエーイ、フー。いや、何万人もね、登録されてる方だったらそうやって言われることあるだろうなと思ってたけど。いや、私で言われるだなんて全く想像してなかったもんだからね。すごいね、すごい。こんな、あ、これだよ、早起きは3本の得の、うん、これがシート3本目なんだよ。あ、本当？今まで何度かこれが本当に得ですかっていうような3本目が何回か出たけどさ、今回。え、これなのみたいなね。
ここにあったんだよ、3問目。そうか、いやちょっとね、お名前は聞いてないですけど、本当にありがとうございましたっていう、多分いつかね、この動画も、まあ、ちょっといつ上がるか分かんないけど、まあ、もし見ていただけることがあれば、本当にありがとうございましたっていうね、お礼を、まあ、ちょっと舞い上がってまともに、本当にありがとうございましたっても言えたんだか言えてないんだかがちょっと分かってないんで、多分言ってるとは思うんだけど、なんかどんな粗相をしてるか分からないから、うん、でどんな失礼な、ね、行動を取ってるか分からないからさ、もう緊張しちゃったもんだから、そうそうそう、なんでね、この場をお借りして本当にありがとうございましたと、ありがとうございました、はい、お礼をね申し上げたいと思っております。びっくりしたー。何ですか？びっくりしたー。びっくりしたね。二人してドバーッと焦れたっていうね。ああ、いやでもいい思い出だよこれも。本当ね、2000、そうそうそう、一気にこう高まったね。高まったね。まあでも逆にこれからこういう機会をね、ありがたいことにさ、あ、もしかしてドリフトアイズライダーさんですかって聞かれるような場があれば、言ってもらいたいよね、逆にね、言ってもらわないと私たち慣れないから。そうそうそう、忘れた頃に言われるとまたビクンっつってさ、どんな失礼なことするか分かんないから。そう、いや本当ありがとうございましたら、あの人も言えないで、あどうも、はい、あすいませんみたいな感じで帰っちゃったみたいなさ、あの人失礼な人だなみたいなさ、緊張してましたみたいなわけにはいかないからさ、やっぱね、そこは、あーフォーフォーフォー、ナイスフォー。そうだよ、だからさ、本当ちょっと頭の中真っ白になっちゃってさ、ちょっとぶっ飛んじゃった部分あるから、いやそれをそばで見てた私テンパってるなと思ったでしょ。思った、いつものライダーさんじゃないなと思って。でしょ。いや本当本当お引けなすってみたいなさ、両膝に手ついてありがとうございましたみたいなさ、そこ行った不動だったもん。そう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 、ええみたいな感じになっちゃったからさ。いやこれずっと慣れないと思うな。あやっぱ私たちの心持ちの問題かな。そうだ、意外と調子者ですよ。あそうだね、飲みの心臓だからね。そうだね、まあやっぱ言われた時にこう、あ言われるかもしれないっていう、やっぱまず心構えをしとかないとダメだね。そうだね、うん、言われねえだろうなんて思ってたらこういうありさまだからさ、そう、常にこう、初陣のつもりで。初陣だね。そうだね、もうだから私としても、もう玄関開けたら7人の敵がいるっていうさ、それぐらいのやっぱいつ狙われてもいいぞっていう気持ちでいかないと、やっぱこう今みたいにね、こう不意打ちを食らってしまったら私たちの負けだから、いつだって刀を解いておかないと。そうだね、うん、もういつだっても真剣をペッとこうシャシャッとこう居合斬りのようにもう抜けるぐらいにやっぱ気持ちになっておかないと、やっぱもうそうだね、先制取られたら負けみたいなもんあるからね。何の話だって。はい、ということでね、本当であれば網走入ってからね、エンディングを迎えようと思っていたんですけれども、まあ、ちょっと網走の手前でね、はい、もうちょっと緊張感がまだほぐれないというか、ちょっとね、まだね、ドキドキしてる私がいるもんですから、はい、まともにどうせエンディングなんか撮れないだろうなと、今、自分で判断しましたんで、ここら辺でね、ちょっと中途半端ではあるんですけど、今日はエンディングを撮ろうかなと。思います。で、なんか陽花さんからね、一言言いたいことがあるということなんでね、ちょっと私が今全然頭が働かずまとまってないのでね、そこは陽花さんがうまいこと今言ってくれると思いますから。どうしました。逆にどうした。もう浮き足立っちゃってね。いや先ほどね声かけていただいた方もね、ちょっと使っていただいたのかね、ちょっといろいろこう喋り通してくれてね。あ、そうだね、気を使わせてしまったのかなっていうところがあってね。まあ私たちも緊張が出てしまったんでね、そういったことになってしまったんですけど、本当は私たちも私もドリフトさんも本当はフレンドリーなんです。あ、なるほどね。羊羹さんから要はあれだね、本当の姿じゃないところをお見せして申し訳なかったと。
本当はフレンドリー。あーそうだね、ちょっととっさすぎて緊張しちゃってね、うん、申し訳なかったなと、はい、思っておりますんで、またあのこれに懲りず見かけた時は話しかけてもらえればなと、大変申し訳なかったですと。そうだね、うん、本当申し訳なかったなと思っております。こんな初めてをねいただけるとは思わなかったんでね。そうだね、まあなかなかねまとまるものもまとまらないんで、この辺で終了しちゃうかなと思います。あのここから私あの多分家帰るまではね多分予想以上に静かになってると思いますから、ようかんさんよろしくお願いしますね。いやー緊張したなーって多分思いふけてますから多分そうですよ。まあ、と言いつつベラベラ喋るのが私たちなんですけど、まあ、帰りはね、ちょっと違うルートで帰ってやろうかなと思っておりますんで、久しぶりのルートかな、そうですね、まあ、ガソリン入れてそういう感じでね行きたいと思います、はい。まあ、ということでね、まあ、今日は比較的さっぱりできたかどうかちょっと分かんないですけど、後半、この今舞い上がった状態でかなり長めに動画撮ってますから、なんだかんだ結構長い動画になってるかもしれませんけど、そうね、まあ嬉しいことだねあれはね、嬉しいことありましたから、ちょっと長くなったかもしれませんけれども、またよろしければね、次回どこ行くか分かりませんけど、新しい動画でねシリーズでお会いしたいなと思っております。はい、はい、ということでようかんさんもね、一緒にさよならしていただければなと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。いいよ。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきました皆様本当にありがとうございました。えそうだね、はい、またねよければ、遊びにいらしていただければなと思っております。ということでこれにて終了したいと思います。それでは皆さんまたね。バイバーイ。ふー。ふー。